やあ、転校生くん。綺麗な夕焼けが見えるよ。もっとも、僕は夕焼けよりも面白いものを見に来たんだけどね。教えてもいいけれど、果たして君が面白がる話題かな。何って、UFO さ。未確認飛行物体。ひどいな。そんな目をしなくてもいいじゃないか。まあ、とりあえず最後まで聞いてくれ。実はね、昨日の夕方、SNS で UFO の目撃談があったんだ。遠くで何か光るものが不規則な動きをしているってね。古典的だろ？そこから数人ほど別の証言が出て、山の方に消えたという声もあった。面白いだろ？好奇心をかきたてられるね。もちろん僕だって、十中八九はガセネタだろうと思ってる。でもね、人類の歴史は、未知のものと出会ってきた歴史と言って差し支えない。かつて人類は地球を踏破し、様々なものと出会ってきたわけだ。地球上でこんなにも出会いがあるなら、広大な宇宙に、出会いはもっともっとあるはずだろう。で、僕もそのロマンに魅せられた一人ってわけさ。この後僕は山に行くけれど、君も来てみるかい？ UFO 取材。とても有意義で楽しいと思うよ。もっとも、宇宙人にさらわれて全身の血を抜かれたりしたら、僕たちの方が記事になっちゃうけどね。心配する必要はないさ。僕とはぐれなければね。カメラも暗視対応しているよ。撮影にも慣れている。なんで慣れてるのかは、ご想像にお任せするよ。君も怪しいものを見つけたら報告してくれ。UFO 以外のものでも構わないよ。おや？転校生くん、ちょっとこっちに来てくれないかい？この不自然な草の倒れ方は、ミステリーサークルだね。なかなか面白いものに出会えた。せっかくだし、一枚撮らせてもらおうかな。これでよし。次の新聞で使わせてもらうとするか。もっとも、これはどう見ても人為的な代物だけどね。後の残し方が雑だ。騙すならもっと本気でやってもらいたいものだけど。そう。世の中のオカルトやミステリーの実情なんて、大半はこんなものさ。まあ、稀に本当の危険なネタと遭遇することも。3枚か。転校生くん、すぐに戻ろう。危険だ。あ、いや、ごめんごめん。戻りながら説明するよ。残念ながらあれは UFO じゃない。魔物だ。飛行型の魔物の中には、あんな風に不規則な動きをするものもいる。それこそ、はために見たら UFO にしか見えないような動き。だからそれを見て、UFO が出た。魔物じゃないか。じゃあ全部魔物だ。となるのさ。無限の可能性が広がっていたオカルト世界を、魔物が全部一つにしてしまった。不思議なことが起きたら魔物のせいだ。そんなの面白くもなんともないだろう。だから僕は魔物と戦うのさ。夢に満ちたオカルトの世界を守るために。